ラームシングは北インドのラージャスターン地方、アンベール王国の君主、ラームシング一世とも呼ばれる。アンベール王国の君主ジャイシングの息子として、アンベールで誕生した。ラームシングは父ジャイシングの旅重なる遠征に従軍し、1654年までに、騎兵3000の司令官となった。1660年、ラームシングは皇帝アウラングゼーブの命により、 単独でガルワール王国のシュリーナガルへの遠征に向かった。1664年以降、父ジャイシングは、下の息子と共に、マラーターの指導者シバージーを打倒するため、デカン地方へ遠征に向かっていた。ラームシングは宮廷に残り、父からの返答を待った。1665年、父ジャイシングはシバージーに勝利し、ラームシングにシバージーと共に、 アウラングゼーブに面会するように伝えた。1666年に彼はシバージーと共にアウラングゼーブにアーグラで面会したものの、シバージーとアウラングゼーブは仲違いし、シバージーは遊兵された。その後、1667年にシバージーはアーグラ城から脱走し、ラームシングにその手引きをしたとの権利がかかった。父ジャイシングはその権利を晴らすために宮廷へと向かったが、 同年8月28日に、その途中のブルハーアンプルで死亡した。これにより、ラームシングは王位を継承した。ラームシングと、停戦1667年12月27日以降、ラームシングは、アッサム地方への遠征に送られ、以降この地域における、指揮権は、長らく彼の手にあった。この地域は、アーホーム王国が支配しており、 この地の指揮官であったミール・ジュムラーが死亡し、同国が再び反抗したため、彼が派遣されることになったのである。ラームシングはアッサム軍をマーナス側からグワーハティまで追いかけ、グワーハティにアッサム軍を包囲した。だが、ムガル軍はアッサム軍にブラフマプトラ側の騎士、サラー・イガートで敗北した。このため、ラームシングはグワーハティを放棄せざるを得なくなり、 アッサム領から退却せざるを得なかった。アッサム軍はマーナス側の西、国境まで追撃した。結局、クワーハティの西に国境を定めた。歴史家サティーシチャンドラは、アッサムでの出来事は、遠隔地における、ムガル帝国の支配における限界を示していた、ともしている。だが、戦争は、アッサムにおける王権の強さを消し、アッサム王国の衰退、分裂を招いた。 ともしている。ラームシング1676年にラームシングはアーグラに戻り5000人の指揮官に任せられた。その後、帝国北西部のアフガニスタン辺境におけるパシュトゥン人の統治に向かわされた。この間、1678年12月にマールアール王国の君主ジャスワントシングが軽視なく死亡するとアウラングゼーブはその王国を直ちに併合した。また、 1679年4月には、異教徒に課せられるジズヤを復活したため、その年の7月には一部に、ラージュプートラが反乱を起こした。ラームシングは、他のラージュプートラが反乱を起こしているにもかかわらず、帝国に忠誠を誓い、アフガニスタンの辺境に留まっていた。一方、彼の息子のキシャンシングは、アウラングゼーブのデカン戦争に従軍していたが、 1682年4月11日に殺害されてしまった。ラームシングはショックを受けたが、アウラングゼーブは代わりに孫ビシャンシングをデカンに派遣するように命じた。だが、彼は孫をデカンへ送ることを無視し続けた。そのため、1686年にラームシングは起こった、アウラングゼーブにより、地位を解かれ、異解を下げられ、その上でアフガニスタンの後派とへと送られた。 1688年4月、ラームシングは同地で没した。死後、大位はビシャンシングが継承した。ありがとうございます。